大変なことになってるって。え？今何が？森から矢が降ってくるんだ。その矢に当たればこの通り動けなくなっちゃうんだ。これで家に帰れなくなっちゃったよ。怖え。え？みんなこれ？この人も？流れ星が森に落ちたその日からこの町には矢が降ってくる。雨じゃなくて矢なのよ。ああ。動けない。かわいそう。なんで外にいるんだろうか。チャレンジャーやね。家の中にいればいいのに。あ、何やってんの？マリオ助けてー！ワンワンの鎖を狙ってー！狙ってー！ガハハ！マリオがめっちゃ狙ってぞ！あ、うーおー、愛にくさま、あ、するにゃってー。鏡をよくご覧なさい。それは言わねえって話だぜ。男はハートで勝負のやつだ。ぴょんぴょんウエスタンマリオのなんちゃウエスタンなんちゃらのやつやね。ニコニコで聞けるやつやね。スーパージャーンジャンプ。あ、ちゅ、うわあ、あ、ガハハハ、その程度で我が輩に勝てるとてままっちゅうのか、ガハハハ、ヒールが好きなタイプね。グフフ、ピーチ、お前の我が輩と一緒に白い帰るのだ。キャー、誰か、助けてー。助け。助け。やべ。ま、ま、ま、マーガリーン。マーガリンが食べたいよ。お客さんだよ。植物性だよ。バターよりマーガリンって気分の日はないわな。はいはい、いらっしゃい。あら、マリオさんじゃない。え、マリオ？これマリオ？これマリオ？ヒゲボンボンシモそっくり。ね、本物？本物？え？本物の？ヒカキン？ヒカキン？え、ヒカキンじゃね？本物だよ。本当に本物なの？なんか信じれないな。証拠見せてよ。ガキ。ぴょん。本物だ。ねえ、マリオ一緒にジーノごっこしよう。なんそれ。これこれ、トイド。マリオさんは休みに来たんだから無理を言っちゃいけません。だーって。てえ、ママ遊んでくれないんだもん。困った子ね。マリオさんすみませんが、ちょっとの間だけ遊んでいただけます？マリオ大丈夫？ガキは嫌い？うんうん。ガキは嫌いでしょ。やったー。マリオはやられちゃったから、クッパをやってね。僕はジーノをやるから。あ、次世代のスーパーマンがいるんだ。行くよ、さっきの続きからだよ。用意はいい？ちょ、ママ、ちょっと手持ち無沙汰じゃない？今なら遊べそう。むわてーい。あ、このジーノ様がクッパを倒しちゃうぞ。とう。パッケージに書いてあるキャラだ。来い、クッパ。そういうキャラなの？あー、マリオ。くっそー、このままではやれてしまう。こうなったら、子供にも手加減なし。行くぞ！え？シューティングスターショット！うわあ！あ、外れちゃった。リーダーマンじゃねえか。あ、マリオ！キャー、マリオさん大丈夫ですか？あ、おー、ゲームオーバー。おー、当たりどころが悪かったね。え？綺麗。あ、え？なんか綺麗。何？急に世界観変わった？何あれ？あ！人形を生きてるとみなして遊んだから、人間に魂が宿っちゃったのやつ。日本っぽい。やっぱ人形をさ、そういう風に扱うと。もう捨てられない。これ神社に。捨てるとき神社にお願いしないと戻ってきちゃうわ。そういうことなの？この子って。本当に人形なんだ。
元は何なの？魂の出所はどこなの？あー、本当になった、やったー、トイストーリー、イエー。初めての体。わあ、走れる走れる。おい、いいな、こんな、ちゃんとムービー用意してもらって。大掛かりなムービー用意してもらってよかったな。この、くるんくるんの前髪のところがかわいい。これ、なんか、木削るとき、くるくるくるんってなって、いいよなという夢を見たマリオさんなのであった。いやー、なかなか、ノスタルジーな夢を見ちゃったわね。ノスタルジックな夢だったなー。ポイン。大丈夫、マリオさん。当たりどころは記憶は大丈夫。あ、ママー、あー、ママ、今ね、外でね、みたいな、ジーヌが、マリの方に歩いて、行っちゃったー。はいはい、この間はジーヌがキッチンのお皿割っちゃったんでしょ。いや、あれはあれは、でも今度は本当なんだ、本当に歩いてったんだよ。今度は何を壊すの、こっちへいらっしゃい、らしい、本当なんだよ。あ、お説教スペースそこ、お説教するときはこのスペース。へえ、あ、乗れる、この上、怪しい怪しかった。ガミガミ。お尻ペンペン。マリオごめんなさい。でもジーノって強いでしょ。あ、謝ってるよ、ちゃんと。偉いね。当たりどころを悪くしてしまって。あれ？まだやってたの？人形？あ、あの青いマントを羽織った人ね。ふらふらしながら森の方へ行ったわよ。よかった、動けない人が街中にいたおかげで目撃情報が。家に帰れなくなっちゃったよ。わら。ん？これは？これなんでもない。これ何？あー、こんなちいちゃなガキまで。ちっこ持っちゃう持っちゃうねー。やば、怖いけど水を運ばないと生活できんのじゃよ。大丈夫かな？水運んでますけど。大丈夫かな？こんにちは。孫が遊びに行ったっきり帰ってこないんで探しに行きたいのですが。これ動けない人を押してくるみたいなことはできない。おじいちゃんが水を運んでくれるんだ。僕たちも手伝いたいのにな。非常時やね、本当に。危ないから外に出ちゃダメだって。ねえ、大変。ここ人数に対してキャパが。わ、ベッド1個しかないけど。しっこ持っちゃうか？持っちゃう？これずっと話しかけてたら本当に持っちゃうのでは。あ、アイテム屋だ。なんてシンプルなアイテム屋なんだ。おや、マリオ、この頃めっきりお客さんが減ってね。何が欲しいんだい？命。おめえの命。リフレッシュジュースな、毒。もし、長引く戦いで毒とかやられたら、なあ、342もある。2個。てか、装備ありますか？あら、マリオ来てくれて嬉しいわ。何を探し？武器防具屋だ。しっかりつなぎとしっかりパンツ。しっかりしたパンツです。いやー、確かにデザイン、可愛いデザインよりね、もう本当にへたらないしっかりしたパンツが欲しいのよね。なんか無印良品しっかりしてるかなーって思いきや、なんか、ちょっと結構洗ってるとね、擦れてきちゃうからね。個人的には島村のパンツが一番しっかりしたパンツかなーって思うんですけど、しっかりしたパンツ知ってる方、ぜひコメントしていってくださいね。しっかりしたパンツ。恐怖攻撃を防ぎます。素早さ。ぼんやり防ぎバッジ。毒防ぎバッジ。回転シューズ、今つけてる。いやー、でも、バトル終わったら、解けるからなー。恐怖ってどうなるんだ？恐怖ってさー、動けなくなる、完全に。何もできなくなったりする？なんか大丈夫そうだったよね。大丈夫そうだった。
あ、てか安いじゃん。買いな。二人とも買えな。しっかりすなぎとしっかりパンツ。バカみたいに履きな。よーし、しっかりしたパンツは履いたぞ。困った困った。これじゃ森に木を切りに行けないよ。木こりの方もいますね。こんにちは。うちの夫まだ帰ってこないのよ。雨にでも降られたのかしら。固まってますよ。ここから外へ。へえ。このあれだね、村の人々は手枷を壁に貼ってないね。流行りとかあるんでしょうかね、町ごとに。ここ宿でしょ。動けない動けない。この上の俺の家には宝物があるんで仕掛け階段をつけたんだ。そしたら息子がいじっちゃったらしいんだ。矢が降って外は危険だというのに、マリオ家の中から階段を出して。そんな、ドラえもん階段出してよ。どうやって家の中に入れって言うんですか。だってそんな無茶言うわ。え、これもしかして押せたりする。こっから、あこっから、え、でもなんかこれ怪しくない？仕掛け階段だ。なんかこっからジャンプできない。家の中から階段を出して、なにこれ、トンチ？トンチ？どうやって出すの？ちょ、ヒントヒント。これ、回り道とかないの？ねえなぁ、なんか、あれ何？なんか茶色いのあれ何？パイの実？パイの実ぶら下がってる？どうやって出せって言うんだよ。あ、こいつを、あ、こいつに乗るんだ。そうでしょ。え、違う？乗せろよ、お前。乗れそう。あ、よしよし。体張ってるな。あ、いいもんがあるじゃんか。これやっぱり取ってから話しかけたら、マリオお前取っただろうって。この包丁、わざわざ包丁あるもんな。包丁で。くそ。あ、これは回復だよ。あ、回復か、これ。いただきました。いただきましたね。パパ帰ってこないな。また宝物を探しに行っちゃったのかな。ここなんかありそうちゃん。ここなんかありそうちゃん。もうバッチつけなよ。バッチがあればアイテムもどこにあるかわかるのに。出たかな。出たかな。これでこんな子供がいじりやすい仕掛け置いとくんじゃないよね。おー、マリオありがとう。ところで、宝は無事だったか？え？そんなもんないよ。そんなもんないよ。嘘ー。え？宝って何？ない！マリオ、お前しか取れるやつはいないんだぞ。え、知らない。本当にお宝なんてなかった、本当に。一応お前を信じるよ。なんでお前階段出してやったんよ。なんだあの態度。だって何もなかったって。ない。いや、知らない知らない知らない。宝物って何マジで。スイッチ、てへへ、面白いから乗っちゃった。パパに送られちゃった。なになに、この、フラワーが宝物だって言い張ってんの？こんなものはね、こんなもの、え？あー、しまっちゃった。あー、出ちゃった。マリオが家から出た瞬間に、2階に行って押したんだろうな。なんだよ、あいつ。喧嘩。てかこれどこ行けばいいの？どこ行けばいいのかわかんない。わかんないよ。どうやって助ければいいの？森、もしかして一回マップを出て、森。わー、森。花ちゃんの森。地続きじゃなかった。花ちゃんの森。あーすごい。ドラえもんの秘密道具みたい。中からカツ丼が出てきそう。美味しそう。何これ。ってこれ、花ちゃんじゃないこれ。盛り上がってる。これ、怪しいなー。あ、普通に置いてあるんだ、キノコ。わう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 わ。花さんじゃん。ちゃん花じゃん。
うわ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 。あ、すごい。ちっちゃくなって出てこれそう。花ちゃん戦うの？え？え？土足キンユングじゃん。悪いこといっぱいしてそう。へえ、ふざけ、ふざけ、おふざけキャラね。すごい。このふざけ、一ふざけのために生まれたキャラクターだ。あ、気迫アップ。何考えてるんだろう。花ちゃんよりもやっぱり、聞かないとダメでしょ。やべ、外した。あー、何考えてるかわからないよ。あー、すごい、すごい気迫だ。やめて。うお、いて。いて。まあ、花ちゃんはこれからもいっぱい出てくるでしょうから。ちょ、何考えてるのか聞いてみて。もう一回。フィクションです。実際の人物には一切関係ありません。ちょ、注意書き書いてある。この猿。この猿注意書き書いてあって怖い。よーし、スーパージャンプしよう。ぴょん、ポイン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 。一緒だ。よし、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 あー、あー。ダメだ。プレッシャーに勝てない。何回も何回も、プレッシャーに勝てない。入ってきちゃった。花ちゃんちってこんな風になってんの？なにこれ、キノコ。キノコ食べ放題ここ。あ！玉毛丈。ポピン。なにこれ。なにこれ。弱そう。あ、HP マックス。ありがてえ。ありがてえ。何考えてんのよ。こいつ何も考えてなさそうだな。たまには日向ぼっこしたいな。社畜みたいなこと考えてた。キノコなのに。あー、キノコになっちゃった。こっちの方が可愛いかな。キノコなのに日向ぼっこする余裕もないの、日々。あれ？回復してる。よかったじゃん。あー。キノコになってる時に得た栄養って、人間？元の体に戻っても使えるのかな？ネズミいる。うわぁ。突っ込んでっちゃうキノコだと思って。やったー、キノコだーって思って突っ込んでっちゃう。あ、ミスった。あー。でもマロはそう。森の中に落ちてる謎の、ぶにょぶにょしたキノコだから、これがあるべき姿なのかもしれない。確かに、そうよ。ちょっと近づくと、動き出す。動き出すやんか。わかるやんか。急げ、急がないと。あー。あー、一瞬動けないわ。蜂いる。これ普通に戦う？あー。いで。土足キンユング来ちゃったな。8ピートだ。ちょっと待って。お助けキノピオ。助けてー！お助けキノピオ助けてー！キノピオ、マリオしか助けてくれないの？ああ、助けてくれたわ。サンキュー。サンキュー。毒も直してあげて。サンキューいいけど。何考えてんの？何考えてんの？あ、結構弱点ありますね。んー、ビビ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 ビ小型洗浄機って使ってると、手がね、震えてくるんですよ。使ってない時でもね。うわぁ、すごい。マリオパーティーみたいだ。どの穴が正解だ？ここ気になるなぁ。ここが正解だ、きっと。こういうのはだいたい後ろから2番目ぐらいなんだよな。あれ？あー、やめてよ。やめてよー。あー、なるほどね。ジャンプできなくなる。あー。タコロン。すごっ。あの、
あの上の甲羅何？パタパタじゃない。甲羅に、甲羅にカラスの羽ついてて怖い。何？あれ何？タコロンなんかちょっと、ラブデリック系のキャラだなぁ、こいつ。何考えてんの？あー、失敗した。失敗、早いよ。あ、ちょっと、何考えてるのか知りたいから。いやー、早くやっちゃ。早くやっちゃ。ここ、本当にライトが重なるタイミングで大丈夫。俺のよ、パタパタさ、ちょいかっこいいだろ。ちょいね。かっこいいっていうかちょっと、怖い。どういう原理になってるのかがわからん。あー、裏っ側見せないで怖い、キモい。亀だけど、亀だけどちょっと虫みたいでやだ。外れここ外れ。じゃあ、ここなんかライトが当たっててここじゃないですか？ともすれば一番奥ですか？ともすれば。一番奥が怪しいって。あ、寝てる花ちゃん。かわいい。あれ？ん？かわいい。ん？あ、あ、あー！すいません！あー、怒られた。ん？ここ当たりとかなくね？え？アクティビティ？これただの。当たりに入ったら、うわぁ、絶対ここブロックある。絶対ここブロックある。あぁ、助けて、助けて。いや、いや、わからん。じゃあ、つけてみようよ。あぁ。どこだと思う？わかりやすいとこだと思うよなぁ。なんか、あるはずだよなぁ。一番この明るいとこらへん。あぁ、また一マスずつってこと？でも誰か乗れる人がいるわけでもないしなぁ。うおぉお、お、ここだ。本当に？これ、もう一個ある。ない、ないのこれ。外れかいな、外れかいな、すごい、すごいぜ。もしかしてこれ、全部のところにあんのかな？バッテつけてないと、わかんないけど。ここ当たりそう。当たりのブロックありそう、ここ。敵が多いほどありそう。でももういい！外れ引かされたからもういい！え？なんだ？意味ありげに入っていったぜ。なんだ？あいつ俺を誘ってるみたいだったぜ。あ、寝てる。かわいいね。これ起こしたらどうなるの？塗っちゃうよー。あれ？あ、もう起きない。この人もう起きないです。ネズミが多いなー。あれ本物のキノコかな？ネズミは地下通路にいたネズミと一緒かな。キノコだ。これ本物のキノコだ。ああ、これ偽物だ。ええー。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。ん？お！そういう感じだったわね。ええー。ビート刻んでんなー。ほら！うわ！こいつらは何も考えてない。あれ？こいつらは何考えてるか聞いたっけ？日向ぼっこしたいって言ってたのか。うわぁ。キノコの。
キノコの傘の広がりで、傘の広がりで攻撃を受ける。あー、マリオさんがキノコになっちゃった。念願かなって。あ、救急車来た。マリオさん救急車来たよ、頑張って。マリオさんちょっとずつ回復しな。いや、これも戦略かもね。キノコだ、キノコいっぱいもらえるな。パイーン。ふう、どこまで行けばいいんですか。あ、あれなんかでかくね、ほんで。でかくなった。おい、あ、あれ、あー、待ってー。待ってー、ちょっとー。すごい状況になっているのが見えないのか、お前には。あー、待てーい。あー、ちょっとロード入ったね、今。よし、うー。うー。へえ。ファイアボール。どうしよう。こいつが怖い。ふー。あー、もうスペシャルで倒しちゃおう。ちょっとマリオさんが、ズタボロかも。待ってー。ちょ、行くな。寝るな。あああいつどこまで。お、これは完全にボス戦前という感じ。